さて、新型コロナウイルス、今日の最新情報です。今日北海道では5540人の新規感染者が確認されています。亡くなった方が17人発表となっています。札幌市内の感染者は2000人を下回りまして1789人ですね。ただ500人台、400人台というところも引き続き多くあります。ではカレンダーもご覧いただきましょう。今日はこれわずかではあるんですが、先週の火曜日に比べますと減ったという状況ですけれども、まだまだこれからね、どうなるかわからない状況は続いております。グラフでもご覧いただきます。このあたりがピークであればいいんですけれども、まだまだこれね、8月後半人の動きも引き続き多いですからね、引き続きの感染対策は必要となってきます。続いて病床使用率、こちらは引き続き高いですね。全道が昨日時点で 40.3%、 札幌市内昨日時点で 45.6% となっています。